長沢和樹は千葉県市原市出身のプロサッカー選手。J リーグ名古屋グランパス所属。ポジションはミッドフィールダー、フォワード、ディフェンダー。元日本代表、早稲田大学大学院スポーツ科学、研究科在学中。小学校に入学する直前に地元の千原大 SC でサッカーを始めた。中学時代は、 三井千葉サッカークラブジュニアユースに所属し、中学卒業後に八千代高校へ進学。三年時、首相として全国高校サッカー選手権に出場し、大会優秀選手に選ばれた。複数の大学での練習参加を経て、先週大学サッカー部監督の源平隆久に誘われ、2010年に同大学へ入学。一年生でレギュラーに定着し、二年時には、 全日本大学選手権優勝に貢献した。4年時は首相を務め、2年次から関東大学サッカーリーグ戦3連覇を達成した。関東一部リーグ通算は62試合38得点。2013年3月には横浜 F マリノスに特別指定選手として加入。4月3日のナビスコハイ予選リーグ第3節大宮アールディージャ戦で途中出場し、 公式戦デビューを果たした。また、2011年から2年連続で、伝送カップチャレンジサッカーの全日本大学選抜に選出され、ベストイレブンを受賞。2013年12月22日、ドイツブンデスリーが2部の1、FC ケルンへの加入が発表された。契約期間は2016年6月末までの2年半。加入後は、 リーグ戦10試合出場で1アシストを記録し、チームの一部昇格と2部リーグ優勝に貢献した。2014年5月21日、2018年6月末まで契約期間を2年を延長した。2014から15シーズンは、開幕前に左膝靱帯断裂の重傷を負った影響で、出場は10試合に止まった。2015年12月18日に、 J1 浦和レッズへ完全移籍し、2016年シーズンは J2JF ユナイテッド市原千葉へ期限付き移籍することが発表された。リーグ戦では中心選手として活躍し、41試合に出場した。2016年12月16日、浦和レッズに期限付きから復帰することが発表された。2017年6月21日、 天皇杯2回戦のグルージャ森岡戦で移籍後初スタメンを飾った。同年の AFC チャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグではデュエルで強さを発揮して決勝進出に貢献した。10月29日、第31節のサンフレッチェ広島戦で J1 リーグ初得点を決めた。2020年12月28日、名古屋グランパスに完全一席。 2013年7月、ロシア火山で行われた第27回カキユニバーシアードに、ユニバーシアード、日本代表として出場し、銅メダルを獲得した。2017年10月31日、欧州遠征のブラジルとベルギーに挑む日本代表に、初選出され、11月14日のベルギー戦で、国際 A マッチ初出場を果たした。 現役の J リーガーとしてプレーする傍らで、2019年春より、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に入学し、平田武雄研究室にて、スポーツビジネスを学ぶ。研究テーマは、ブンデスリーガにおいて、日本人選手が、どのように障壁を乗り越え、出場時間を伸ばしていくか。その他の公式戦、その他の国際公式戦。ありがとうございます。